ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。今日はこれから昼からですけれども、本願寺八幡別院で、三条和讃を拝読する会というのを行おうと思っています。で、私がお話をさせていただくのですけども、昨日はですね、ホニャララ大学で、日系カナダ移民、特に滋賀県からカナダに行かはった人のお話をさせていただきました。で、続けて、2日続けて講義形式で、お説教でなくて、講義形式で何がしかのお話をさせていただくということです。で、今日のお話について言いますと、具体的には浄土和讃の24から26ぐらいまでかなと思っていまして、言ったらその中の、核になるのが現象清浄樹ということで、その現象清浄樹ということは、これは往生即成仏と表裏一体でありますんで、そういったことについてお話をすることになろうかと思います。で、その現象清浄樹言うてね、そうやな、重々ビバシャロなんかにその邦画的なものはあるかなと思うんですけれども、せやけど親鸞聖人の発揮かなと思いますんで、そしたらそれどこにその元があるのかな、どうしてそれが言えるのかな言うて言ったら、やっぱりこれ官業の光明遍照十方世界念仏修行摂取不捨のところ納めとって捨てないということかなと思います。納めとって捨てられないから現象清浄樹であるということで、不退転であるということなんでしょう。これは五消息で言いますと、摂取不捨のゆえに清浄樹に従すということやし、御本殿やとか、御本殿があって、そして御和讃があって、で、から五消息があって、で、一年多年もいいというような、そういう流れになっていくのだろうと思いますけども、やっぱその流れ、連綿と、こう流れていくのは、これ摂取不捨であるから清浄樹に従するということなんやろう。そしたらこの摂取不捨納めとって捨てられない、ということがね、これ大きなテーマになっていくんやなということで、そうね、どんなことがあっても、念仏の行者、真実信心の行者は、決して信心が退転しないのである。で、それはなぜかというと、摂取して捨てられないからである。で、仏さんが創始されることによって、例えば明宗五時の役というようなことがあって、全てのものが目に見えないようなものも私たちを、信心から退かないように、真実信心の行者、清浄寺という立場から決して、退転しないように守ってくれるんだということですね。南無阿弥陀仏を唱うれば、四天大王もろともに、夜昼ともに守りつつ、よろずの悪鬼を近づけずやとかな、ちょっと違ってるかもしれませんが、そういったことであるということで、全てのものが、私たちの信心を守護するように働いてくれるということですよね。で、そういったことをお話をしようかなと思っております。で、その話はまた、その時に講義の中で、講義のかね、お話聞いてもらう中でお話をしようと思ってるんですけども、今日一日の中で、昨日、今日、一昨日ぐらいのところでですね、人生これ何があったかな言った時にですね、これはですね、やっぱり盗撮系といじめ系ですね。盗撮系といじめ系多いなぁ思ってね、これはマイクロソフトスタートっていうところの画面を見ましてですね、そうですね、盗撮系といじめ系やなぁ。で、学校の先生方の、ね、学校で盗撮するとかいうようなことはね、あるいは他の職場で、盗撮多いですね。それからあと、いじめか、いじめ、僕プロ野球ファンやから、どうしても安楽さん、安楽さん付けしたらあかんかな、安楽とか、ああいった話になりますね。で、このいじめいうのがですね、安楽の場合やったらこれ日の目を見たわけですけれども、氷山の一角やからね、これはね、
本当に氷山の一角やなと思いますね。で、中には、こうやって、社会的な制裁を受けることもあります。私の人生の中で言うても、まあ、あんまりそんなに個人攻撃みたいなこと、誰がこう、それは誰やようなことはちょっとやっぱり言わないようにしてますけども、やっぱり私の人生の中でも私のことめちゃくちゃいじめた人間がおるんやけどね、これまあお寺の人でさ、年齢とか、ね、性別とかのこと言わんけどね。で、まあ、結局その人どうしはったんか言ったら、そのお寺さんのそのグループの中でその人がその場を離れる時にやっぱりまあ、離れるか離れざるを得んようになったということもありますし、でまあそんなわけだから当然のごとく少なくともオフィシャルな形で送別会みたいなことはやってもらえなかったり、まあだからまあ言ったら石を持って追われるがごとくみたいな形でやっぱり出ていかはったかな。そういうことは実際にありました。で、それやっぱり、ただそれ以上のことはちょっと私は言えない。事実の大まかなところ以上のことはやっぱりね、これ SNS をこういうことをやり始めてから、まあ事実をしゃべるのは構わないと思います。それが絶対誰か特定されんような言い方で しゃべろうと言って決めていますんで、それを誰か言わんけどね。やっぱだから中にはそうやって因果応報が非常にはっきりと見える時があるいうことですね。で、それはまあ悲しいことに、まあ、寺の人やいうことです。で、もう一つ、やっぱり同じく、やっぱり寺の人でね、まあ、もう一つ、やっぱりいじめを受けた時がありましたね。これはどんなことかと言いますと、まあ、あるところで働いていたんですけども、これは別に常勤じゃない方なんですけども、常勤じゃないっていうのは、私、龍谷大学の仏教学科卒やから、正式なそれに対する必要な資格を持ってなかったんで、まあ言うたらそんなんで常勤で働けるわけがないんで、アルバイト的にほにゃららいう仕事をしていた時がありました。で、その時にですね、上役いうのがね、まあこの人は常勤の人なんやけど、上役いうのが、まあ、ハーレム作りたかったわけでさ、独身で男の人やから で、女性のほにゃららをばっかり、雇おうとしたわけです。で、その中で自分よりも学歴が高い、偏差値が高いような、人は呼ばないんですわ。自分よりか偏差値が低い、大学を出た人を、で、若い女性を呼び込もうとしたわけです。で、その前に、私が応募して採用される前に、日本を代表する超一流大学を出た人が応募してきはったんで、その上役の上役みたいな人は、その超一流大学出た人を取りたかったんですけど、そんなもんに来てもろたら自分の立場がなくなるいうので、いろいろ画策しまして、その上役はその人を落としました。で、落としまして、2人、中華2人言って、まあ2人言ってしもたな まあ要は、すいません。まあ言うたら、女性2人を配下にして、で、正規の職員であったその人が、そのハーレム状態作ろうとしたんですけど、そこに私が面白半分に応募しまして、そして、まあ、一人は女性の若い女性が来たんですけども、もう私をなんとか同じようにして消そうとしたんですけども、そのもう一人応募していた女性ですね、来た女性ともう一人女性がいたんですけど、この女性があまりにも 条件が悪すぎるということで、こっちが断りましたんで、そうすると他の門は全部排除していますから 他の応募者は、例えばほにゃらら超一流大学、ほにゃらら大学の人なんかは排除していますんで、そしたら、この2人しかいなかったうちのこっちがこう辞退してしまった、私しか残らんようになったんで、私がそこで働くことになったんですけど、ある職種で働いていたと働くことになったんですけど、まあひどいいじめを受けましたね。まあちょっとなんか精神的にちょっと参ってしまうようなね、そういうことはやっぱありました。で、そういうことやっぱりそれはいけないことなんで、上役の上役にだいぶ言いに行ったんですけど、全く効果がありませんでね。その上役の上役がアホやったからね、どうしようもないバカやったから、それで、
何があったかということは、やっぱりだいぶ訴えかけたんですけど、やっぱ飽きませんでした。で、まあ一応契約期間が終わって、私はまあ無罪放免になったわけですけども、そこからあともやっぱりね、いろいろなことがありましたね。で、結局いろんなことがあったんですけれども、そこの組織のトップですわ。だから上役が一番この辺のポジションで、今言うた全然私の言うこと聞かなかった上役の上役はこれぐらいのポジションで、でまあその組織のヘッドが、トップですね、トップが、ちょっと私にいろんな問題があるって聞いとるから、お前来い言うて一回喋ってみるようなことで、でまあカクカクしかじかなことあったんや言うて、言いましたんで、まあ結局これに、このトップに、この下々のやつがやっとったことがやっぱ全部バラされて、私によってバラされてしまったんで、それでまあせやけど、まあね 別にそれでなんか追放されたわけでもないんで、まあまあこんなもんなんかな思って、ね、実際そのことが分かったんで、バカバカしいからなもんで なんかことを荒立てるつもりなかったんですけども、まあしかしこの雲上人がですね、雲の上の人物が 私に直接 話聞く予定だったんで、でこれによってまあ発覚したんですけど、でそんなこともやっぱありましたね。だから発覚するいじめもやっぱあるわけです。しかし発覚しない方がほとんどやと思いますんで、でそう思った時に、で発覚ねしたり、因果応報がはっきりすぐに現れるような形というのは、まあ一部のものであって、まあはっきり言ったら、まあ全部うやむややか、闇から闇に葬られていくんかなということですね。でまあそれで私の場合、男やからそこでセクハラとまではやっぱり受けてないんやけど、やっぱ若い女性の場合だったら、そこにやっぱセクハラとか、なんか、なんていうかね、さまざまな、ここに書いてあるやつやったら、不同意性交の罪で、ホニャララさんが起訴されたいって書いてあるんやけど、まあなんかね、そういうようなこともやっぱそこの、私がパワハラ受けた方の2回目の方の話ね、後半の話なんかやったら、まあ、これに近いことがあったかなと思いますね。あんまり多くを語りたくはないですけども、こんなことあったかなと思いますね。で、だから、あんまり思い出したくない話です。だけどね、やっぱそう思った時に、まだこれ世の中でこういったことが明るめにできるようになっただけマシかなと思いますね。今、まあ以前やったらもっとこんな明るみに出せなかったし、でそれを思った時に、やっぱりでいじめあいつがいじめるのは当たり前やてね なんかいじめられるのを容認される、いじめを容認するような、そういう社会的な環境も以前はもっとどぎつくあったと思いますんで、そう思った時に、まあ少しでもよくなっていくのかなということですね。やっぱそうでなければならんと思うんだけれども、しかしやっぱり、まあ元からそんなもんなかったらいいんですわ 元からそんなもんなかったらいいんで、なんていうの、そのハーレム作りたいから言っていうようなね、そんなもんをまあ放置しておくような上役の上役がやっぱおったのも事実なんで、トップまで届くのはなかなか難しいことやけど、上役の私の上役の上役が無能であるが、だってバカだったゆえに、やっぱそういうことが起こっていったんで、だからやっぱり管理職とかなっていく人いうのは、やっぱりもうちょっとね、ああいうバカと違って、やっぱりちゃんと資質が高い人が選ばれていかなければならんのやけど、なかなかそんな風にはならんいうことですね。まあそういうさまざまな矛盾抱えて、だからこそそこから逃避するために浄土教諭門があったような、そういう歴史があったのかもしれませんけど、シャバがこういう苦難のところやから だから、そのシャバではどうすることもできん境に、仏さんがお浄土建立してくれはったやとかさ、そういう考え方は昔あったんかもしれんけど、そんなもんではないと思いますんで。そんな泣き寝入りの口実になるような浄土教であってはなりませんから、そのことをですね、やっぱりみんなでよくよく考えていかなきゃいけないなということを。
ね、思いますね。この世の中が清浄寿として一人一人が仏さんに、見守られている仏さんに、お前は仏さんの子供やでっていうふうに言われている存在であるということだし、そこに一人一人の人間の生きるもの、一人一人に一つ一つの生命に尊厳があるということが現象清浄寿の意味であろうと思いますんで、でそう思った時に、この今をそのように仏さんの子供として、みんな生命の尊厳の中で生かさせていただく。で、そしてその命が終わった時に浄土に迎え取られていって往生即成仏という、そういうことであるのだけれども、以前はそうではなくて、この世の中はしょうもないところで、これは人道で我慢していかなあかんところやから、だから、そういうところにおったらあかんないうので、お浄土を建立してくださった。これは、私たち煩悩を抱えていますから、煩悩を抱えていて煩悩が悪業を起こしていくということは、それはその通りなんやけども、しかしそれをですね、何かの差別、言い訳にして、だからこそお釈迦さん、阿弥陀さんの来世における救済があるんだっていうような考え方がやっぱ間違いなんでしょうね。そんなことをですね、思って、最近の報道とかね、だから今日の昼からの、お話に向けて、そんなことを思っております。今日の話はこれで終わります。